こんにちは、2割8分です。今回私が推すプロ野球選手はこちら、久木竜兵選手だ。久木選手は1998年9月5日生まれの24歳、若手の捕手です。2016年福岡ソフトバンクホークスにドラフト3位で指名されています。田中正義投手、三森選手らと同期入団となります。そんな久木選手を推すきっかけとなるキーワード、それは戦国武将の末裔ということです。久木竜兵選手はあの戦国武将久木義隆の末裔なのです。久木義隆といえば、戦国時代から安土桃山時代にかけて島の国を支配した水軍武将、織田信長や豊臣秀吉に仕え率いた水軍は久木水軍として恐れられていました。その戦国武将の末裔、これはね、もうね、野球が好きであり戦国武将好きの2割8分からすればもう最高に推せるポイントですね。だってやばくない？ロマンがやばいよ。あの歴史的に有名な鉄鋼戦を作った久木義隆の血を引く人が野球をやってるっていうのは、いやー、もうたぎるる、これはもう皆さん推すしかないでしょう。久木竜兵選手は強肩強打の捕手としてホークスに入団してまして、まあやっぱり未来の正捕手候補の一人であります。で、その強肩強打なんですけれども、俊足でもあって50メートルのタイムが6秒0なんですね。キャッチャーってどっちかっていうとやっぱり打撃寄りな人が多いので、キャッチャーとしてこのタイムっていうのは球界の中でもかなり早い方ですね。で、デビュー自体も早くて、高卒3年目の20歳の段階でもうすでにデビューしてまして、21歳の時には初本塁打も記録しています。正直もうちょっと一軍に出てくるの時間かかるかなって思ってたんですけれども、デビュー自体はかなり早かった。近々の成績だと2021年のファームでは46試合に出場しまして、打率2割6分4厘、本塁打0、8打点の成績でした。そして今後の活躍についてなんですけれども、まあ、やっぱりね、ホークスの捕手にはね、甲斐拓也選手がどっしりと座ってますので、そこはね、やっぱり意識しないといけませんよね。甲斐選手はね、その2021年は143試合全部に出場しましたからね。現代野球でキャッチャーが全ての試合に出るっていうのが本当にすごいことなので、まあ、やっぱり壁はめちゃくちゃ熱いと言わざるを得ない。とはいえ、久木選手は甲斐選手よりも5、6個年が下ですから、やっぱりね、若さを武器にまだまだね、こうやって立ち向かうことはできるわけですからね。打撃を磨けばね、全然まだまだチャンスはあると思いますね。ただその2020年にかなり大きな怪我をしてまして、その影響もあって2021年は1軍の試合出場が2試合にとどまってるんですね。まあ、なので2022年以降に関しましては、やっぱり怪我の状況がどこまで回復しているか、まあ、とはいえそのファームでは結構試合に出てますので、おそらくもう大丈夫なんじゃないかなとは思ってます。2021年は長年ホークスを支えたベテラン高谷選手が引退しましたので、今ソフトバンクホークスの第二捕手争いは混沌としています。海野選手、谷川選手などライバルキャッチャーはいっぱいいますけれども、まあ、なんとかね、この層の厚いソフトバンクホークスの選手たちの中でアピールして一軍試合出場数を増やしてほしいなと思ってます。さあみんな、久木竜兵選手を推していこう。それではまた次回の推し動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。